よりレシスタンスナウ、この歌は届きますか。制作協力試写会を始めたいと思います。ご存知のように、沖縄の高い辺野古、今大変な状況でございます。だけどこれは三上さんや藤本さん、そういう映画監督の手によって多くの人に知られているという状況です。ところが私たちこの京都やとか近畿に住んでいるものが、同じように米軍基地がこの京丹後にあるということをごくわずかな人しか知らない。でしかしそのエキスパンドレーダーがですね、この間米韓、あるいは米韓日、そういう形でもう月に1回2回と繰り返されている合同軍自衛隊、これはまさに集団的自衛権の工事をどうするのかという彼らの軍事演習です。三池の時も、あるいは戦争直後の沖縄の闘争の時も、国鉄の時も、皆さん知っての通り、戦いがあるところに文化が生まれるほど心強いものはありません。またそういう文化が生まれなければ戦いはまだ評価できません。これがこのレジスタンスナウが京都で最初の一歩だということで、皆さんと一緒に喜びたいと思います。もうちょっと派手に始まった方がいいんじゃないのかとか、歌ってるところから始まった方がいいんじゃないのかとか、いろいろ言われたんですけれど、僕の中でですね、辺野古の座り込みの人々の絵っていうのは、自分の中で一番衝撃的でショッキングな事実だったんですよ。もちろんニュースでは座り込みをやってるっていうふうなことは知識としては知ってたんですけど、本当にあんなふうにテントがたくさんあって、あんなにたくさんの人たちが道路を封鎖して車両を求めたりとか、機動隊と真っ向から戦ったりとか、あんなことがあるっていうことが自分の中ですごくショッキングな出来事で、おそらくは皆さんにとってはすごく日常の出来事だったりとか、見慣れた風景なのかも知らないんですけれど、何も知らない自分だからこそあのシーンを一番最初に持っていきたいなと思って作りました。沖縄のゲート前。